こんにちは、アムゾーです。今回は12ヶ月の食卓から味噌汁の解説をしていきます。とは言ってもアムエ自体が作ってる製品ではないので詳細はねわからないところがあるんですけど、味噌汁本来のメリットっていうのを分かりやすく詳細にお伝えしたいと思います。まずはじめに、一般的に売られている味噌汁はほとんどが遺伝子組み換えで作られているものになります。味噌汁については遺伝子組み換えをしているものなのかそうでないものなのかは表示の義務っていうのがないので、表示されていないものはほとんどが遺伝子組み換えと認識いただいてもいいのかなと思います。それに対し12ヶ月の食卓で作られている味噌汁っていうのは国産有機玄米で遺伝子組み換えなしで作られているので安心して食べることができますね。では、味噌汁のメリットについてお話をしていきます。味噌汁には酵母菌という善玉菌が豊富に含まれていますが、酵母菌にはタンパク質やビタミン、ミネラル、グルタチオン、食物繊維など多くの栄養素が含まれており、非常に栄養価が高い食品になります。このようにたくさんの栄養が含まれている中、注目すべきなのはベータグルカンという成分になります。ベータグルカンとは不溶性食物繊維の一種で様々な働きがあります。まずは免疫力のアップですね。ベータグルカンは腸の内壁に存在する免疫細胞を活性化する働きがあります。免疫細胞の約 70% は腸に存在しており、特にマクロファージやナチュラルキラー細胞、T 細胞や B 細胞など様々な免疫細胞を、ね、活性化することで免疫力のアップはもちろん、がんの予防にも効果的ということが判明しています。次に便秘解消、コレステロール値の低下ですね。ベータグルカンは不溶性食物繊維なので腸内で水分を吸収して余分なものを絡め取り、排出することで便秘解消や余分な油も絡め取ることでコレステロール値の低下にも役立ちます。また余分なものを排出するということで整腸作用などにも関与しています。では次にダイエット効果です。味噌汁の原料である玄米に含まれるブドウ糖を分解する際に炭酸ガスっていうのが発生しますが、この炭酸ガスが満腹感を発生させることで摂取カロリーが低下してダイエットの効果っていうのが期待できます。また酵母菌に含まれるミネラルの一つクロムという成分の働きによりインスリンが活発になり、糖質の代謝であったり脂質の代謝が促進されてダイエット効果が期待できます。これらが酵母菌に含まれるベータグルカンの効果ですが、実は注意点もあります。それが糖化ですね。老化現象には酸化という体の錆と言われるものと、あとは糖化、体の焦げですね。この2つの種類があるんですけど、味噌汁っていうのは糖化の原因になる可能性があります。糖化はシミやそばかすなど肌の表面に現れて、あとは髪の痛みなどにもつながることがあります。そして糖化が進行し続けて最終生成物のエイジとなると、動脈硬化やアルツハイマーにもつながってしまうので、糖化は無視できない体の現象になります。糖化は基本的に熱が加わることで発生しますが、酵母菌も熱が加わると糖化が発生するので、味噌汁を調理する際はね、60度程度で味噌を溶かして調理するようにしましょう。沸騰するところまで加熱してしまうと酵母菌に糖化が発生し悪影響が起きてしまいます。ではね、今回はこの味噌汁のメリットと注意点の解説をしましたが、最後に摂取するタイミングについてですね。もちろん食品なのでいつでもいいんですけど、メリットを最大限発揮させるためには空腹時の摂取、特に朝食として食べるのが最もおすすめです。空腹時に摂取することで余分なものを排出し満腹感を与え、ビタミン、ミネラルの栄養素などの吸収率っていうのが高くなります。まだ食べたことがない人、家にない人っていうのはぜひ買ってみてください。今日お話しした糖化などの詳しいお話に関しては栄養の専門チャンネルで後日解説していきますので、動画概要欄から栄養チャンネルの登録もお願いします。ということで今回これで以上になります。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。Nobody knows how to find us. It's turning out to